ちらです。ひらちゃんへと書いていただきました。そして、これが T シャツ。あ、すごい。はい、ありがとうございました。はい。そして、道の区ダービー土産がこれでございますね。お、タオル。今日のね、うん、道の区ダービー。本当だ。東北最強熱き戦いという。ダービー用のこれを持ってました。そしてスタジアムではね、こんなこともあったんです。はい、ちょっと見てください。はい、まあスタジアム競技といいますか、これ花はね。あったんですよ。どっかパチンコ屋の開店みたいですけど、うん、はい、なんと川崎フロンターレの応援をされてる方から、ね、まあ道のくダービーにということで、お花といいますか、これスタジアム内に届いてたんですよ。なんか嬉しいですね、サポーター同士のなんかつながりみたいな、ね、ちょっとなんか粋な計らいといいますかね、僕はちょっとこれすごく嬉しくてね、まあ、今日のスタジアム教室とさせていただきましたけども、本当にいや、かなり楽しそうな、楽しかったですね、はい、熱いゲームで本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい。